今回は料理にかけるだけで美味しくなる食べるラー油の作り方を紹介します。材料を切って油で煮るだけなので簡単にできますよ。餃子にかけるのはもちろん、ゆで野菜や麻婆豆腐、チャーハンにかけても美味しいです。買ってきたお惣菜や冷凍食品にかけるだけでも本格的な味に変化することができますよ。さらに万能調味料として炒め物やタレに入れることで簡単に美味しくすることができます。それでは作っていきましょう。玉ねぎをみじん切りにします。ニンニクをみじん切りにします。唐辛子は種を取り細かくします。桜えびも細かくカットします。材料を全部フライパンに入れ油で煮ていきます。油は材料がちょうど浸かるくらいに入れてください。材料の分量は、辛いのが苦手なら唐辛子を少なくしたり、ニンニクが好きなら多めにしたりとお好みで大丈夫です。材料と油を入れたら火にかけて煮ていきます。ご家庭なら火力は強火でそのまま煮ていけば OK です。ガス代の火力によって異なりますが、だいたい10分から15分を目安に煮ていきます。火が当たりやすいところは焦げやすいので、箸などでたまに混ぜるといいです。10分ぐらいして全体がこんがりとした色になってきたら調味料を入れます。豆板醤はお好みの分量を入れます。辛いのが苦手なら少量で、好きなら多めに入れてください。豆板醤を入れたらよく油となじませるように混ぜてください。豆板醤をしっかりと混ぜないと塊になって残ってしまいます。しっかりと油となじませることで油に豆板醤の旨味が移り美味しくなります。砂糖を大さじ1入れます。塩を大さじ4分の1くらい入れます。調味料を入れたらしっかりと混ぜ合わせます。粉唐辛子を大さじ1入れます。粉唐辛子の量もお好みで調整してください。これで火を止めます。このくらいの色が仕上がりの目安になります。最後にごま油を大さじ1入れて香りをつけます。全体をよく混ぜれば完成です。そのまま冷ましておきます。冷めたら瓶に入れて保存します。最大1ヶ月の保存期間で使い切りましょう。あとはかけて食べるだけ。辛みやニンニクの合う料理なら何でも美味しくなります。インスタントの担々麺に入れたりすると最高にうまくなりますよ。
さらにお好みですりごまを入れたり、山椒などのスパイスをプラスするのもいいですよ。簡単にキャベツやもやしなどのゆで野菜にかけるだけでも美味しくなります。もちろんラー油をかけて食べる定番の餃子にもバッチリです。辛みとニンニクの相性抜群の麻婆豆腐にかければ本格的な味になります。シンプルな卵チャーハンでもかけるだけで美味しくなります。冷凍チャーハンでも OK ですよ。これをチャーハンに全部乗せて食べるのが最高です。まずは食感のあるキャベツを乗せます。次に餃子を一つ乗せます。その横に麻婆豆腐をかけて、このままがっつりと食べるのが最高です。こういうのが嫌いな方はごめんなさい。そのまま別々で食べるといいですよ。時間がない時にささっと食べられるのがいいんですよね。それではいただきます。麻婆豆腐とチャーハンは油と油が合わさり禁断の味で、食べるラー油が加わりやばい味になっています。餃子と食べるラー油の相性は間違いないです。キャベツは食感もよくさっぱりさせてくれるので、あるとありがたいです。のっけ丼ですが、食べるラー油が全てをまとめてくれているので、一つの料理として成立しています。今回は食べるラー油の作り方を紹介しました。作るのも材料を切って油で煮るだけなので簡単です。これがあるだけでいろいろな料理に使えて美味しくなるので便利ですよ。このチャンネルでは簡単なまかない料理や本格的な中華料理の作り方を紹介しています。よかったら高評価とチャンネル登録をお願いします。リクエストなどがありましたらコメント欄にお願いします。それでは失礼いたします。